どうもー。突発のようにね、行います。暗黒放送のですね、私め、サファイア横山って言います。よろしくお願いいたします。最初にギフト切れてね、暗黒掲示板でご指摘ありがとうございます。あ、これですよ。ね、こういうバグが出てね、ちょっと時間かかっちゃうんですけど、ごめんなさい。すぐ切ります。バグバグです。ちょっと落ち着いて。落ち着いて、だって ぐるぐる回ってるもん。これがなくならん限り止まらないよ、俺だって。ねえ、もうこれがなくならんとどうもならん。よし、これでね、終わりました。よし、もう飽きたんだけど、俺だってそうしたいよ、本当に。ごめんなさい、投げてくれた人をね、一回切ります。はーい、じゃあこれ切りました。暗黒放送と言います。私、暗黒放送横山みどりね、暗黒ルールというですね、ルールを13年間やってるニコニコの生放送最後の配信者と言います。自己紹介、うちの放送ね、初見さんを大事にします。配信で初見さんを無視した放送するとね、新規がやね、ついてこない。だからね、必ず自己紹介の方はしたいと思います。暗黒ルール、皆様もってね、配信で出会いません。ね。配信を利用して出会いをね、求めたりしません。そして、絶対慣れ合いません。ね。配信者同士で慣れ合って、ふわっちみたいとかね、ツイキャスみたいに、とにかくね、ナイスだけを目的に配信をするような汚い真似はしません。で、嘘をつきません。リスナーさんに対して、決して嘘をつかない放送です。で、こじきもしません。ね。投げ銭授与、その他の、ね、金品類をですね、一切ね、欲しがりません。ね。欲しがりません。勝つまでは。ほんで、絶対に笑いません。ね、以上、5つの暗黒ルールをもとにですね、配信の方をしております。はい、コメントもね、しっかり読んでいきたいと思いますんでね、お願いします。この服家にあったけど、なんかどっか、俺別にソフトバンクホークスのファンでも何でもないからな。この服着てるけど、僕はどっちかというと中日ドラゴンズの方が好きだから。ね、中日ドラゴンズの昔のね、時代ね、サムソン・リーとかゲイシー、ね、ゲイリー・デイシッチとか、ね、アンダーソンとか、な、そこら辺の中尾ね、キャッチャー中尾とか、ピッチャー小松、ね、その時代だから、ね、近藤監督の時代です。はい。ね、あと近藤慎一のね、巨人戦ノーヒットノーランのね、話とか、得意ですからね、任せでね、まあ、そのうちします。はい。初見コメ大事にします。あ、腰クソ痛いな、本当に、毎日のように腰が痛いんだけどさ、これ病気なんかね、ずっと腰が痛くてさ、で、最近ね、新しいの買ったんですけど、もう痛すぎて。これ効くんかな、これ何かわかる、これわかる人いる、これ。何かね、これわかる人います、これ。言ってみて。こんなでっかいオナホで、こんなでっかいオナホ使ってたら変態だろ。これ何だと思う、これ。これかっこよくない？あ、今俺自分で映像見たら、これかっこいいな。なんか、ネプチューンマンみたいで、これかっこよくない？バーンバーンって、ロックマンみたいになってる。ディルドってどんだけブカブカなんだよ。こんなディルド使ってグー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 やってたら変態だろ。どんだ、それやばいだろ。やばいやつだよ、それ。ブラックホールかよ。これね、腰にここ引いて、これに腰くだけでグーってね、マッサージされるっていう機械が。でもこれ使ったら余計痛くなっちゃってさ、これ。めちゃくちゃ痛いんだけど、腰。なんか腰直す方法ない？これ。いや、これすごいよ。武器にもなるしね、守備にもなるし。でもなんか、かっこよくない？これ。なんか、気に入った。これでバーンってやっても、武器、トゲがあるからバーンってやってもいいけどね。よいしょ。でも腰痛いな、ちょっと待って、ね、マジ腰痛くてさ、最近。いや、ガチ痛いし、俺このまま行くとね、マジぎっくり腰になると思ってんだよ。あ、ほんでさ、ちょっとね、まあ本題行くね、今から。タイトル詐欺しないから、うちの放送。今俺がなんかね、すごいやり玉にあげられてるみたいなんですよ。暗黒掲示板にもあったんだけど、どうやらですね、まあ、昨日さ、切れたナイフっていうさ、一休さんと特急さんに出てもらったんだけど、ね、ナイフの剣だんまりで逃げるとかね、言ってますけど、
ちょっとナイフのですね、状況が、朝に連絡が来て、熱がですね、まあこれ、切れたナイフ君からなんだけど、ね、朝、これ朝8時半で 39.6 度と、39度6分で、ほんでよくわからんけど、パルスメーターって、合ってるのかな？パルスメーターっていうのが、ちょっと、これってどうなんですか？ 93112 って、ここ、出てるんだけど、パル、これって、俺数字が読めないんだけど、低いのこれ。死ぬって感じ、どんなレベル、教えて、俺、詳しくわかんねえんだよ、これ、本当に。これでも万が一だよ。陽性なんてことになったら、どうなんの？上93ってか、ちょっと待って、教えろ、マジで。冷静になって、落ち着いてって。落ち着けって言ってんだろ。送るぞ、だって。な、落ち着いてって言ってんだろ。落ち着け。落ち着いて。頼むから。ね。どんなレベルか教えて、パルスメーターの93ってのは。なあ。どう、いいの？ 95 以上が正常値なの？え、だからこのパルスの見方がわかんないんだって、マジで。この、93の112ってどうなの？これ。これ、切れたナイフの、あの数字なんけど、93の112っていうのは、正常で合ってるのね。93の112って合ってるのね。え、じゃあセーフってことなの？ 112 がやばいの？じゃあおマジ教えてくれって、ほんとに。93なんで、ストローで、あ、それ分かりやすい例え。それ、土弱の俺でも分かりやすい例え。え、ストローで息してる感じなの？パルスが93で、ストローを口に突っ込んで、スーハー、スーハーって言って、やってるっていう例えで合ってんの？じゃあ全然呼吸、酸素が入ってこないじゃん。立川の名物おじさんのところの話じゃねえ。酸欠状態なの？人殺しってまだ死んどらんわ。まだというか、ま、これからも死なないわ。で、何が起きたかというと、初めて三木さんに説明しますと、切れたナイフ、まずそもそもユイガさんっていうね、チキータバナナことユイガさんがいるのね。そのね、ターちゃんこと。ね。ね、裏アカウントでもターちゃんことユイガさんっていうね、チキータの人が、要は麻薬で、福岡で捕まっちゃったわけ。で、それをですね、まあ、裁判が決まりまして、ほんで、ね、切れたナイフ君って今紹介した、これから紹介するんだけど、切れたナイフ君っていうことが、方が、傍聴しに行ったわけ。俺が、ところがですね、話がどうやらくるくる顔回ってて、俺が金を出して、まるでスポンサーのように僕が金を出して、だから行ってくれっていう風になってるの。でもさ、まあ、本当に暗黒放送も何も見ていないバカが、そうやって言ってるのね。でも違うんだって、事実は。その当日に、俺は、こじきしちゃったわけ。まあ、投げ銭がボンボンやって、当然切れなかったんだよ、運営のバグで。で、8000ぐらいあったから、じゃあその分のお金はね、じゃあ、ね、どうせもうナイフはその前から行く予定だったから、じゃあそれナイフの交通費として当ててあげるよ、つって言って。ね。で、最初は1万円だったけど、お母さんがね、値上げ交渉してきて、ナイフママが、ね、まあ、特急さんが値上げ交渉してきてんで、1万5000になったけど、うん、俺が悪いのこれは、じゃあ。ねえ。あいつはもともと行く予定だったの俺が補填しただけ。当日こじきしたから。で、当日投げ銭、このわけのわからん、ねえ、わけのわからんっていうか、ねえ、ポン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 、最初にオープニングでいつもの やられるじゃん。それを当てがっただけなの。俺、スポンサーじゃないし、あれだから。いや、支援じゃないよ。支援したのは事実っていうか、もともと向こうが行く予定だったんだよ。それに、俺がこじきした分を、じゃあ、ね、僕が私利私欲でもらっても申し訳ないから、じゃあ、ナイフの交通費に当てるよって言って、それでもう俺が悪いんですか？となると。共謀共同犯？コロナイフって言わないで。
じゃあナイフがコロナイフになってた場合は、万が一だよ、まあ今日検査で明日結果が出るけど、万が一これでコロナイフが陽性っていう判断が示された場合は、議員辞職確定です、お疲れ様でした。は？聞いてないよ。じゃあ当日行ったコロジュケとコロマコの出来上がりじゃん。コロジュケとコロマコも同じように濃厚接触者ってこと？ちなみにコロマコはね、あのオカネズミのやつは、あの聞いたら切れたナイフの真横で膨張してたんだって。うん、15分以上だからもちろん濃厚ですよ。おまけにサインまで書いちゃって、芸能人気取りで、アイドル気取りでね、サインまで書いちゃってさ、うん、お前の知事俺そこまでしないわ、うん、どんだけポアしたいんだよ村さんも、うん、ね、重慶さんは大丈夫だよ、うん、分かるね、分からんけどね、うん、ただちょっと状況を本人に聞いて、聞かんと怖いからさ、うん、ちょっと最高の、ちょっと待って、ちょっと、別居。もしもし。あ、あのね、あの、もう結果出てるんですよ、今送ります。あ、出たの？はい。ちょっと今送ります。うん。あの、LINE で今すぐね。出たんだ、よかったじゃん。俺、出てないと思ったわ。これ、出たんです、はい。うん。あ、見せていいですよ。え？見てください。見えるでしょ。ちょっとリスナー、これって、政府ってことでしょ？これ何？どういうこと？これ、ノーだの？どっち？これって、俺分からん。僕が言っていいんですか？うん。あの、見事にコロナです。あの、見事に陽性です。これ、ネタかガチかどっちか答えろ。いや、本当ですよ。あの、みどりさんがエージェントさんにやってもらったのあったでしょ、綿棒を鼻に突っ込んでそれですぐ出るやつっていうの、うん、あの PCR じゃ時間がかかるからっつってそっちにしたんですよ。あの綿棒を鼻に突っ込んでその粘膜をこうやって線が出るやつって、あのエージェントさんにみどりさんがやってもらったでしょ、あれと一緒です。だからすぐ出たんですよ、3分か5分かですぐあの線が出た、もうこれコロナですねって。もしもし、お母さんとお父さんはあのワクチン、ファイザーワクチン2回打ってるので別に今んとこはなんとかないですね。ちょっとあの母ちゃん、はい、呼べ。あ、母ちゃん呼んでくるの？あ、接触すんな。え、ちょっと不安、お母さん呼びましょうか。おう、え、出した方がいいですか。いや、ちょっと待って、俺も今ちょ頭がちょっとおかしくなってるから、ちょっと頭が混乱してるから、ちょっと待って、落ち着け、とにかく。はい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 、ちょっと落ち着いて、うん、落ち着いてますよ。やっぱ会うな、ダメ、お母さん、ちょリスナーさん、落ち着いて。あの、ファイザーワクチン打ったらコロナに感染しないと本当なの？いや、2回打ってますから。2回打つと感染しないの？ねえ。どっちなのこれ。感染はするけど、重症化しないの？俺、てっきりこんなに明るいテンションだから、さあ、普通で考えたら、出てないと思うだろ。いや、あの、熱覚ましで、ロキソニンもらったんですよ、お医者さんから。うん。そしたら、熱下がってきて、別に具合今悪くないんですよ。ただ、もう保健所に連絡して、しばらく、家、自宅待機してくださいっていうことだったんで。じゃあ、危うく剣畑で立川に。すごく苦しいとかそういうことは特にないです。来るとこだったじゃん。俺が領収持ってきてって言ったら、危うく立川に来るところだったじゃん。そう。危なすぎるだろ。だから俺言ったじゃん、剣畑気をつけてくれっつって。
なるほど。いやでもちゃんとマスクして行ったのにもかかわらずなっちゃったから。いやだってさ、ちょっと待って、その間になんかあれ噂では、あそこに裁判来た人、他にも数名発熱してるって言うんですよ。え、裁判来た人で数名他に発熱してる人がいるって？そうらしいんですよ。じゃあコロマコさんは大丈夫なの？あれの受刑さんとか。いやそれ潜伏期間が人によって違うんでちょっとわからないですね。村間コロナさんに、そもそもだって僕が菌持ち込んだわけじゃないですから、誰かから移ったはずですから。え、なんでわかるのそれは。え、だって外出てないからかかってるわけないじゃないですか。じゃあ裁判行くまでは、ゆいがさんも下手したらかかってるってこと？じゃあずっと家にいるからね。ゆいがさんも下手したら、じゃああん中でかかったってこと？まあ、あのウレタンマスクって全くあの防御力がないらしいですから、あのいわゆるフィットするようなこうあるでしょ、あのマスクみたいな、あのこうウレタンマスクっていう耳に。いやいや、俺の話聞いて。ユイガさんもじゃあかかったという可能性があるってことなの？まあ、あの現地で、まあユイガさんはだいぶ距離離れてますから、なんとも言えないですね。ただ僕が あそこにコロナ持ち込んだわけじゃないので、誰かから移ったとしか考えられないんで、誰なのかは分かんないですよ。引きこもりならナイフってこれまで引きこもってたわけでしょ。7月4日から外出てないですから。それで いきなり福岡行って、あの 感染したってことは別に僕のせいじゃないと思いますね。7月4日まで家に引きこもってて、ほんでユイガの7月4日に最後外出て、最後それが最後だった。7月4日以降は外で出なかったわけでしょ。そうほんで僕が福岡に持ち込んだっていうのはちょっとありえない。じゃあ2ヶ月間家に引きこもってたわけだ。そうで、そこまでスーパーニートを満喫していて、それでユイガの裁判があって、ほんで、じゃあ行ったらそこで感染してしまって、東京にまた持ち帰っ、ね、そちらに持ち帰ったってこと？いや、もうあの東京に戻ってきて、その昨日とか一昨日ですよ、発熱が出たのは。でも潜伏期間があるじゃん。潜伏期間ってのがあるじゃん。帰ってきて3、4日は全然具合悪くなかったですから。だからそれ潜伏期間が当然だから、風邪と一緒であるからじゃん。1週間ぐらいか。そうね、リスナーさん、ちょっと潜伏期間で何日から何日か教えて。早い人だと1週間、遅い人で2週間っていうぐらいです。1週間か2週間なの？まあ、5日とか3日とかの、まあ、短い人もいるんですけど、遅い人で2週間。うん。これ3日とか5日とか1週間の人もいる。これ探偵ファイル記事にあげるんじゃねえぞ、この野郎、高橋。探偵ファイルの高橋、お前のことだからな。うん。もし記事にしたら、また30、60分タイトルにしてディスるから、探偵ファイルの高橋。いや、別に僕、別に緑さんに恨みも怒りもないですけど、自分で行くって言ったから、緑さん補助してくれるって言って、まあ、お金補助してくれたわけじゃないですか。別に僕、恨み節も何もない。じゃあ、恨みっていうか、もともとナイフ、もともとナイフは、行くっていう予定だったわけでしょ。そう、俺も行くって決まってるものを、ね、緑さんがサポートしてくれるっていう。いや、サポートじゃない、じゃあ、俺がその時、こじきしちゃったから、暗黒ルールに基づいて、こんなこと議会とかなんかで言っても意味ないかも、マスコミに言っても意味はないかもしれんけど、暗黒ルールに基づいてこじきはしないというルールから、その、ね、当日入ったその投げ銭をナイフ君に、じゃあ、ね、渡すって言った、それだけだからね。そう、だから、何も、緑さんに何も、文句はないですよ。別に苦情とか何もクレームもないですし、いや、で、今ロキソニンっていうのがあるじゃないですか、筋肉痛とか治す、あれが熱ざましにも効くって、今ロキソニン飲んだら熱下がってきて、全然別に苦しくないんで。え、そんな味苦しいとか ないんで、別に味は、味覚は、味覚もありますね。リンゴジュース飲んだのにリンゴは甘い味しますから。味覚はって嗅覚も？嗅覚もありますよ。はい。でも今じゃあ特に症状じゃ熱があるだけで、熱があるだけですね。まあ、なんかだるいとか、そのロキソニン飲めば熱下がるんで、別に飲めば大して、おかしい状態に苦しくはないですね。ただ効果が切れるとまた熱が上がっちゃうんで、また定期的にロキソニン飲んでなきゃいけないっていうだけで、主に別に今苦しいとかないです。いや、コメント見てるとコロナは急速に重症化するって書いてるけどね。まあだから
明日とか明後日に保健所からうちに電話が来て、ああしてください、こうしてくださいっていう指示があるらしいです。そのコロナが、お医者さんが、僕に確認取った時点で、お医者さんが保健所に通報する、通報というか、通達する義務があるんで、で、あと保健所からこの後連絡が来て、まあ、自宅謹慎というか、治るまで療養してくださいっていうことじゃないですかね。これって暗黒とかかったからまた不幸になったとかわけのわからん噂流すんじゃないだろうな。いやだって別に今死にそうとか苦しいとか特にないですから大丈夫ですよ。うん、なんか苦しそうに聞こえないでしょ別に今電話してて。ただ感染してること自体はもう間違いなく陽性ですから。あ、ちょっと人一匹連投してるバカがいるんでこいつ NG ちょっと放り込みますね。うちの方陽性は陽性なのは確実ですけど、苦しいかと言われたら別に。あれどこ行った？今は別に。うちの放送連投禁止なんで。あれどこ行った？あ、じゃあ警告一ね。警告一。次見たら俺やるから。いや、ごめんね、ナイフ。あ、あと、うちの父親が、今日の朝に、領収書みどりさんちに送れましたんで、明日届くと思います。うん。だから。あ、まあ、いや、違いました。郵便局に行って、なんか追跡番号で送ったらしいですから。それで。いや、もうそんな。明日着くと思います、領収書は。ちょっとまあ、こうなると、責任の問題っていうのが出てくるけど、これ、ナイフ君はどう思う？いや、俺が行きたいって言って、ね、その、うん、じゃあ、水谷さんが、その、ギフトを切り忘れて、いくらかもらったやつを、足しにしてくれって言っただけですから、別にみどりさんの支援がなくてもどっちみち行ってたわけですから。いや、福岡には。いや、コメントで怖いこと書いてる人がいてさ、コロナどっちみち行ってたわけですから、あんまりコメントでさ、怖いこと書いてる差別主義者がいて、コロナのついた了承受け取れとかそういうこと書く人がいるんだけど、やめてそれ、失礼な話だから。いや、連動すんな。いや、父親ですから別に、うん、そんな金はついてないですよ。そうだよ、ついてねえよ。大体郵送の途中で死んじゃうわ、ウイルスも。見てねえよ。領収書に触ってもいませんから大丈夫です。いや、俺お母さんに謝りたいな。いや、俺は謝らんけど、ちょっと心配だわ。どう思って、お母さん怒ってた？なんつってた？泣いてた？いや、怒ってないですよ、別に。出します？いや、俺が直接かけるわ。怖い。なんか、今、隔離されてるでしょ？隔離って家にいるだけですよ。自宅待機は。だから部屋とナイフは今どういう部屋と部屋でお母さんの部屋。自分の部屋と2階ですよ、お母さんがいるの。だから隔離されです。だから隔離されてるんでしょ。隔離っていうか、まあ近づかないように。うん、じゃあ近づけないじゃん。してくださいっていうこと。じゃあ電話近づけんからさ。うん、うん、いやで濃厚接触者にカウントされてしまうんで、お母さんもお父さんも明日は仕事休んでくださいっていうことだったんですけど、母親も仕事しなくて、父親はそもそも明日は休日なんで、あんまり困んないですよ。平日に休日ってどういうことや？母親も仕事辞めてて、うん、ね、お父さん、僕のお父さんも、明日仕事行かないでくださいって、そのお医者さんに言われたんですけど、そもそも父親は明日、休日なんですよ。その土日働いてるんで、休みが平日の場合があるんですよ。うん、もしもし？はい。今いろいろと一家が崩壊しちゃってるじゃん。じゃあ完全に経済止まって、だってお母さんもお父さんも、まあ、明日休め、父親は休日なんで別に仕事行かないでくださいって言っても大丈夫なんです。でも明後日はどうするの？最初から休みだから。明後日から2週間の隔離じゃん。でもそれは俺だから保健所から指示が来るんで何ともわからないんですよ。いや、だからその間だってねえ、お金入ってこないよ、ナイフ一家に。いや、そんな父親は別に検査して大丈夫だったら、また、俺だけでしょ、外で。いや、中原家、マジで崩壊の序曲踏んでるじゃん、完全に。だって、そんなそこまで大げさない。ねえ、まあ、なんか今最近西村の言う親ガチャとか子ガチャとか言うけどさ、そんな話じゃないよ、もう。いや、ちょっと心配っていうか、ごめん、ナイフ。そうすると、今回さ、その、裁判所で何人ぐらい来てた？その傍聴者。だから中に入れたのは16人です。16人漏れてたのが8人ぐらい。漏れもいたんだ。入れないのが8人、9人ぐらい。
じゃあ今のところ配信者というとジュケさんと村真子さんが濃厚接触者に当たるってことでしょ。そうですね。 あとはそのリスナー兼ふわっちでちょっと配信やってる人が何人か来てたみたいですけど、うん、僕それいちいち顔覚えてないですね。いや村真子さん完全だって村真子と距離村真子さんそうですね。でも帰るとき PCR 受けたけど大丈夫だったって言ってましたよ。あのでも潜伏してたらね PCR 意味ないかもしれないですね。うん、距離感どんなぐらいだったの。距離感はまあ1メーター一席空いて横の席だから1メーターもうないぐらい80センチぐらいですかね。80センチ相当距離近いで、横80センチぐらいですね。横 80? 一席ですからそんなもんですよ。80、90ぐらいで、でそれを何分間ぐらい継続してた。それをあれ最後は40分以上ありましたからね。40分以上ありました。40分 ?42、3分ありました。ちょっとリスナーさん、これ40分、あの、日中。11時40、10時にやって、11時で11時45分ぐらいまでやってました。うん。ちょっと今電話かけ来ない6992さん。あとその出口が一つしかなくて、うん、入るときも入り口一つしかないから密集するんです。入るときバーって入るし。うん、出るときも帰るときみんなそこの入り口1個しかないからバーって密集するんですよね。あの特に入るときはバラバラに入ってくるけど出るときはみんな いっぺんに出るんで、うん、これ裁判所ってそんなあのドアがでかくないんで。いやこれあるさん帯番号6992の変なやつがずっと電話連投してくるから登録もしてない人。これってさその福岡の裁判所は知らないでしょ事実。もう今のところ知らないと思うんで、ね。で、コメント、デルタ株は空気感染って書いてあるから、それ何株カッパデルタ。そのデルタ株かどうかは、うん、PCR じゃなくて簡易的にあの鼻の綿棒の粘膜でやったんで、まあ、株はまだ分かんないんですよ。うん、何株かを調べるのは、また保健所と問い合わせてやってくださいということでした。ほぼデルタだよって書かれてる。何株何かはあのその鼻の粘膜取るやつでは分かんないんで。ちょっとめちゃめちゃしつこい。ちょっとナイフごめんね。めっちゃしつこくナイフごめん。結果が早く分かりたかったんでその、うん、鼻の綿棒の方にしちゃった。このしつこい6992ってやつがめちゃくちゃ返ってくる。一回出ていい？ブロックするから。何？誰お前？こんにちは。誰ですかあなた？配信中なんですけど。あどちら様ですか？いやあなたがかけてきたのちょっとしつこく。何？配信中に。みどりさんですか。誰ですかそもそも、ね、わざとお前うちの放送が後ろに載ってるからさ要件何。俺ナイフと喋ってたんだけど。福岡在住なんで。え？福岡在住でって思って。福岡在住でなんで俺の本番携帯知ってんの。え出てきますよね。いやいやえ知らない知らない、うん、この人いや載ってますんで、ね、誰ですかあなたリスナーさん。あ、リスナーです。どうしたのそれで。それで心配になってと思ってですね、ナイフさんにも。はい、すいません。空気読まないですいません。え、ナイフさんがと会ったのあなた。いや、会ってないですけど。じゃあ、関係ねえじゃん。状況を。ん？いや、福岡の状況をと思って。なんじゃあ、福岡の状況だっけ何？何？待って、はうってますね。いやいや、要件なかったら邪魔しないで、頼むから。いや、分かってますよ、はい。いや、何の要件なの。ナイフさんが、え、何チキータバナナでも食ってんのかお前さ。くそ、切るわ。正確ないよと喋ってるのにさ、やめてほしいよ、こういう、なんか、休養だったのにさ。マジでこういう電話腹立つな、本当に。空気読めよ、マジで。いや、しつこいんだけど、こいつ、マジで。どうしたんですか、突然来て。いや、なんか知らんやつから電話かかってきて、番号出たら、福岡在住ですけど、福岡のって言って、会ったこともないやつ。まだかけてくる、こいつ、うん。邪魔なんだけど。ね。うん。で、ナイフ大丈夫。いや、だから、その、ロキソニン飲んで熱が冷めたんで、うん。今は大丈夫ですね。でも定期的に飲まないとまた熱上がっちゃう。あちょっと待って一回ブロックするわこいつ。ナイフごめんね。定期的に飲まない。うん。はい、ナイフ一回こいつブロックするからちょっと待ってね。この6992のバカをこのわけなかな女。
ブロック、この発信者、よっしゃー、これで二度とかけれません。配信邪魔しないでください。お前配信見てんだよな。ね、リスナーだったら俺が配信して他の人と電話かけてる、喋ってる最中に電話かけてこないで。ね。もう、ほんと邪魔なんでするんだよね。オッケーオッケー。これで二度ブロックしたんで。あ、ごめんね、ナイフ。はい。うん。変なね、出しゃばり女が、うちの放送で、俺らとナイフの会話に入ってきただけ。うん、ああ、うん。その人は何を言いたかったんですか？いや、例えば私、福岡の住んでるんですけど、現状をとか言って、喋れもしないくせに、トークもできないくせに、うちの放送に関わってくろうとしたから。だからもうブロックした。うん。ほんで、早速ね、あなたと濃厚接触したネズミが、これを機にね、ウキウキしながら、チューとか言いながら、お金の匂いに敏感な、チューって言いながら、枠取っちゃった。はい、枠取っちゃったらしいわ。コメント見てる限り。本当に。どんな枠ですか？わからん。俺、コミ追放されてるからわからん。うん、俺、コミ追放されてるからね。あの女に。コロナ打ったかもしれないという話ですか？じゃあ、オカネズミが、の状況が、あいつ喉が痛いとか、確か配信に行ってたんじゃなかったっけ？ああ。え？そういうタイトルでやってた？わからん。ありました。そういうタイトルありましたよ。オカネズミもじゃあ陽性の可能性って全然濃厚でしょ？まあ人によって潜伏期間が短かったり長かったりするんで。しかもあのネズミさ、美味しいパンを買いに行くとか寿司を食いに行くとかで、ブワーって外に遊びほうけてて、万が一だよ。これなってたら大変ですよ。まあでもその村真子さんが菌を用いれたとは思えないんですよ。なんか別の誰かでしょ？だって PCR で福岡から帰ってくる PCR で、陰性になってるわけですから。うん、金を福岡の裁判所かどっかに持ち入れた人が別の人だと思いますよ。いや、それは全然あるよね。うん、でも、いや、別に大してね、そんな苦しくないこと、別にそんな大事じゃないですけどね、うん。いや、大事だよ。ナイフ。急に苦しいってならないでしょ。今、だってもう熱が冷めたら。別にこれで普通話せますし、いや濃厚でしょこれは。いや、ちょっと知らんやつ、うん、全部。いや、これちょっといきなりこれね、急展開でバッと苦しくなってしまうことがあるから、常に本当に今臨戦態勢取っといて。臨戦態勢、ジュケさんも大丈夫か聞いた方がいいんじゃないですか。いや、ジュケさんもそうだよ。そうだ、ジュケさんとあとね、ない、あ、次お母さんにかけてみるわ。一回、じゃあ一回切るよ、ナイフ。ありがとうね、はい。いや、マジでかよ、これ。あ、もしもし。あ、お母さん？そうそう。俺だけど、大丈夫？あ、ナイフ？いや、ナイフ大丈夫じゃないけど。いや、びっくり。落ち着いて、お母さん。うん、落ち着いてるよ。お母さんも一応濃厚接触者に該当するから、昨日。そうなのよ、そうなのよ。だから主人も昨日だってわーって やり合ったじゃん。その時唾がおそらくお互いのなんかこうやってクロス交差して、多分口の中にナイフの唾入ってるからさ絶対な、可能性は高い。その前から入ってるよ。だって一緒のもん食べてんだから。あ、一緒のもん食べてんだ。うん、おかずなんかもまあ取り分けてるけど、うん、多分私は大丈夫。病院一緒に行って熱測って私なかったから。いや、検査は検査。まだ。でも熱測ったら私はない。なくても、だって潜伏期間があるんだから、あ、そうか、潜伏期間があるからまだわからんか。そうだ、そうだ、そうなんだ。だけどさ、うん、1日しか違わなくないじゃない。あの子が福岡行って感染して、で帰ってきたの次の日だから、うん、私が感染してたらもう帰ってきたその日に感染してるから、1日違いで。まあもちろんさ、潜伏してるかもしれない。確かに。え？だからさ、ナイフも出ちゃいけないって言われてるから。あなた2回接触したんでしょ？これ、なんやろ、注射打ったんでしょ、2回、ファイザー。した。じゃあ、ファイザー2回か、コロナ1回か、どっちが勝つかってことでしょ？結局、分かりやすい話すれば。うん、ファイザー2回してる。主人も、パパも。ナイフだけしてない。うん、ナイフはなんでせんかったの？なんかさ、みどりさんもしないし、配信者全員しないとか言って。俺の影響？
いや、もっと前よ。みどりさん、まあ、みどりさんもしないっていうか、配信者の人は誰一人しないって。嘘だよね。うん、嘘だよ、それは。うん、嘘、嘘。そうだよ。それでなんか、あれすると、なんか、なんか、副作用があるとか、後遺症があるとか、なんとか言って。え、もしかして、薬打つと注射の中にマイクロチップが埋め込まれてて、それが脳みそに達して15年後に人間が食料になるっていう宇宙人の、作った悪魔の注射だとか思い込んでんだ。それはない、それはない、そういうことじゃなくて、なんかファイザーの、いや、なんか知らないけど、なんかそういうデマがネットの中に出てて、とにかくほとんど配信者の人はやらないって本人言った。いや、でも実際感染しちゃってるからな。で、2週間お母さんも、その旦那さんも仕事行けなくなる。そうよ、困るよ、本当。でも、私は明日かなんか検査に行ってやるから、うん、PCR 検査かなんか。多分私は大丈夫じゃないかなと思うんだ。ならいいけどね。ファイザーね、副反応は普通にあるってコメントであるから、本当に、多分ね、今後役所から食料3人分が毎週2週間分届くから、それたえ、そうなの？当たり、え、知らないの？知らない、知らない。はあ？え、まさかあんた、知らない。買い物行こうとかしてたんじゃないでしょうね。買い物行こうとしてたよ。はあ？ちょっと、え、そんなの誰が言った？あなた一応濃厚接触者に当たるんで、完全にね、2週間は外出ちゃいけないし、検査が分かるまでは自宅待機で、さらに、食料が役所から2週間送られてくるからさ、まあ、実際によって違うけどね、多分そっち横浜だから、おそらくすごい予算あるところだから、手厚い横浜じゃないんですけど。あ、本当？ごめんね。そちら。いいけど、でも、私、保健所から電話来るっていうのは聞いてる、今日先生から。でも、私は感染してるかどうかまだ分かんないから。あ、ね、そうか。いや、目黒区も結構、大きいところ。多分行ってないんじゃないかな。食欲あるし、今も。いや、食欲はある。じゃあ何食べたの今日？え、今日、今日はナスとピーマンとお肉の、油味噌の味噌炒めと、それから餃子と食い過ぎ、それから酢の物とどんだけ食うんじゃん。あ、それは確かに食欲ある。漬物、私のつけたのかって言うと、それ聞いてない。それ聞いてないから。私がつけたとか聞いてないから。で、ね、そういうことが分かりました、お母さん。ね。それでさ、それでさ、もしもあれだったら、追跡番号の方書いて、もし届かなかったら、追跡番号 LINE の方に書いておくからさ、それに見てね。ちょっと見てね、私の LINE のね、追跡番号ね。ありがとうございました。はい。もし何かあった時には、それを参考にして追跡してください。番号書いてから、私の LINE を1回だけ見てくださいね。うん、お願いします。で言いたいことだけ言って切られちゃった、いや、じゃあナイフ一家は今コロニーで、ナイフ一家の方が完全に濃厚接触者でね、お母さん外出んなよ絶対に今ね、このまままたやるとはあかんからさ、いや村真子さん電話しろって俺知らないもん、連絡先知らないし、俺コミから追放されてるんでね、何配信中に、ねえねえ、みどりさんってうちのコミ入ってんの？ねえ、追放しちゃおっけ。一回これの人追放するともう二度と戻ってこれないでしょとか言って、生放送で追放されたから。俺タイムショー見ちゃったからね、それの。リスナーから聞いて。とんでもねえネズミだ。そっから俺、悪口言おうかなって思う。そっから悪口発生したから。だって俺何もしてないもん。アンチコメントすらほとんど書いてないの。ジュケさんも忘れると説教されちゃうからね。ちなみに俺、ジュケさんから昔、西日本に住んでる頃かな、なんか不適切な発言を配信でしたっぽくて、ジュケさんが怒り狂って、夜中の2時から5時まで、ずーっと説教されてた。当時、マッタンと一緒に住んでて、マッタンが横にいて、まだ終わらないの？とか言いながら、ね、ずーっと、もう5時までほんと眠くて、全然切ってくれないの、ジュケさん。本当に説教するから、ガチで。怖かった。マジ怖かった。いや、ジュケさんに電話しろって、まあ、ジュケさんもちょっとね、でもジュケさんもしこれになったら大変だぜ、ジュケさんの場合は。ジュケさんどこだ、ジュケさん、確か説教された内容も呼び捨てにしたとかそんなレベルのあれだった気がするけど、何やったかな、忘れちゃった、説教された内容忘れちゃった、3時間説教されたけど、その
説教ないませんした。今ジュケさんにかけてますけど、仕事中かな。あ、すいません、横山 みどりです。あ、はいはいはい。あ、今、配信見てました？いや、なんか配信中なの今。あ、配信中です。あ、そうなんだ。ちょっと緊急で電話したんですけど、はいはい、あの、ナイフくんがですね、はいはい、陽性確定しまして。陽性？何、コロナ？はい。え？あ、え？存じ上げてなかったですか？いや、初めて聞いた、今。はい、これガチです。ネタとか騙すとかじゃ一切なくて、本当に陽性になったんですよ。やべえじゃん、今日俺。そうです。だから一刻も早くコロナ検査を受けて。俺さ、昨日からさ、少しなんかね、だるいんだよね、体が。いや、これ別にネタでもなんでもなくさ、でも熱は全然ないんだよな、俺。ナイフ君も同じこと言ってました。あ、でもさ、俺一応ね、ワクチンはもう2回打ってるんだよね、あのファイザーのやつを。それ、ナイフ君のお母さんも言ってました。あら、どうなんだろう。結局感染、ワクチン打っててもそれ感染はするんだよね。症状がなんか出にくいだけで、はい、そうです、感染はするんですよ。じゃあ俺も検査した方がいいってことじゃ、 PCR 検査とか。一応検査した方がいい。やだよ、そんなの。いや、だから結ヶクラスターなんですよ、これが。福岡結ヶクラスターなんで。やべえな、1日3クラスターだな、はい。でもさ、俺よりもさ、村真子がまずい。だって村真子ね、はい、傍聴席でナイフと隣通したんだよらしいですね。うん、40分以上隣同士で、私、そうそうそう、うん、約40分ぐらいだね、あの裁判が。私さくらんぼ状態だったらしいですよ、どうやら。そうそう、うん、でしかも全然ね、やっぱ裁判所の中換気もあんま良くないし、うん、まあ密集じゃ密集してるしですね、法廷がそもそもそんなに大きい法廷じゃなかったからな、あれは。うん、あとその入り口、あの入場の時とその退場の時がすごい、あの、なんていうんだろう、ちょっとごちゃごちゃ混み合ってて密になってたからね。あ、それナイフ君も言ってました。同じことナイフ君も言ってました。うわぁ。だから、ジュケさんも本当にその可能性全然ありますから。じゃあ俺濃厚接触者なの？いや、完全濃厚ですね。ちょっと待って、ネタじゃなくて。いや、ネタじゃない、本当に嘘じゃないです。これ多分、おそらくいろんな、阿長さんとか星屑ジェットあたりが書いてると思うんですけど、本当です。はい。じゃあちょっと待って、俺その症状がなくても PCR 検査とかした方がいいってことですか、これ。一応、他の人に移す可能性もあるし。あ、そっか、それがあるか。はい。ということで、ちょっとあの、ご報告を先にさせていただきましたんで。ああ、わざわざありがとうございます。はい、すいません、なんか。いや、本当に。使っていただいて。はい、ちょっと検査、早急に受けて発表してください。ああ、わかりました。はい、じゃあちょっと、あの、次行きます。はい、すいません。失礼します。ああ、いやいや、はいはい、すいません。はい、はい、ありがとうございました。はい。いや、これ、野田総理が一番喜ぶパターンですよ。宗広が一番ね、ウキウキしながら今パソコンで、もうあいつ人の不幸大好きなの。こういうこと。野田総理がね、今ね、血と肉を沸き立てながら喜んでるよ、本当に。うん。もう野田がツイッターで拡散してんの？嘘でしょ。いや、さすがにそんな人を売って、あいつ自分のことを視聴者を売るようなこと、ね、配信者仲間を売るようなことしないと思うよ。野田は。ああ、まだしないよ。で、一番やばいのが今のところ、もう確定が、もう、昨日リスナーさんが言った通りですね、パチンコで言うなら、赤の保留玉確定、カットイン。本当に確定しちゃいました。85% 以上の確率で。で、次にやばいのが、村真子さんです。間違いないです。ちなみに、リスナーさん。村真子の保留玉の色って何色ぐらい？教えて。村真子さんは40分以上濃厚接触、ね、おまけにサインまでしてました。金閣？レインボー？ああ、もう同じく赤なんだ。まあだろうね。だって近くまで行ってさ、サインまでもらっちゃってますからね。うん、そりゃそうなりますよ。いやー、怖っ。行かなくてよかった、俺、福岡に。交換に行かなくてよかった、いやー怖いな。お前どうすんの。いや、それも考えてました。それも正直言って、ただ議長じゃなくて、多分おそらく言われた時に、いや、これ暗黒放送で乞食禁止だから、その浮いた分のお金を
ね、もともと行く予定だったナイフにそのねって言っていろんなもういろんな要素がたまって、切れたナイフって何ですかとかね、こじきって何ですかとか暗黒ルールって何ですかとかさ、いろんなそのね突っ込みどころが多すぎちゃってもうパニックっちゃうと思います。うん、俺に問い合わせとかないよ。だってこれさ原因なんてもう分かっ、ただナイフではないことは分かったよ。だって2ヶ月であいつもついてないよな。だって7月4日から1回も家から出ずにユイガさんの裁判に行ったら感染するって。だから俺もね剣またぎは良くないっつったわけ。本当にこの時期に遊び感覚で剣またぎしない方がいいよって、こういうことがあるった場合責任取れないから俺は行かないっつったわけね今回。金は出したら 俺が浮いた分をそのまま渡していっただけじゃん。もともと俺が出そうが出さないが行く予定だったのナイフは。もともと行く行かないにかね、出す出さないにかかわらず行く予定だったのナイフ君は。な、それを俺がその当日にこじきをしちゃった分をじゃあリスナーさんのアンケートでね渡すになったからそれで渡したんじゃないの確か。ね、いや加担じゃないよ別に。補助でもなくて加担、ただ浮いた分をじゃあねその分じゃあ交通費渡すよって言ってない、ね、ナイフ君にはね、まあ以前そのねネルさんのねチラシ配りでもう一緒にボランティアとして来てくれたからそれのお礼で渡しただけ。別に俺がお前行けっつってさ背中を押したわけじゃないじゃん。もしもし、誰ですか？あ、リスナーです。はい、みどりさん、あのこのままだったら右の人気前にあの多分首に、いやそういう話いらないから、ちょっとナイフのさ傍聴行った、あナイフじゃない、あのユイガさんの傍聴行ったリスナーさんだけ連絡ちょうだい今から。ちょっと一回この人切るね。そういう煽りとかいらないから、ユイガさんの傍聴に行った人だけちょっと電話ください。今回16人の中の多分ラーメン食ったやつが俺ちょっとね、あの切れたナイフが帰りにリスナーのラーメン食ってたって言ったからちょっとすごい気になります。16人ね、入れなかった人も含めて番号がいや16人だから一番ヤバくない？16人でその体調悪いやつがいるはずなんだよ絶対に。体調悪い人がどれだったかな。いや受刑さんもほら心配でしょ、注射2回打ったとはいえさ。俺の番号はまあでも出てこないだろうね。え？いやこれでね濃厚になったらやばいやろ。もしかしてだけど、まあこれ完全な極論だし俺の勝手な妄想だけど、ユイガアンチがユイガさんをね移そうとしてしたんじゃないでしょうね。ユイガのアンチがね分かった上で来て、でも待てよ、裁判ってでもさ入る前熱とかピッて測るよね、おでこに当てて。あれって効果ないんじゃないの、放出すると何の意味もなくない？そうしたらだって普通熱があったら入れないじゃん。でもさ、でもそれだけじゃ分かんないか、そんなことじゃ。あれ適当なんだ出る、ねね、ナイフ君の状況ってどういう熱やつが過去の状況から分かる？デルタなの？要はナイフの場合は熱がものすごく出てるんだって。昨日40度近く出てたらしいわ。デルタね。で薬昨日お母さんが6錠か7錠飲ませて無理やり下げたって言ってたけど全く意味なかったらしいわ。6錠か7錠一気に飲ませる母さんも母さんだけどさ、ナイフママも結構なねえあれだけど、いやー加担じゃなくてそんなんじゃないやろ。もう
でもコロナ確定だった。もう一回見せる。今来た人にやるね。ちょっとナイフ君から連絡がございまして、これ切れたナイフの、切れたナイフのあれだけど、これ陽性が、これ切れたナイフ君の、PCR 検査、陽性がね、切れたナイフ君から出まして、まあ、熱があるとは言ってたけど、俺危うく立川に領収持ってこいっていうところだったけど、お母さんがギリギリになって止めてくれてさ、まあ、あれだったけど。ちなみに私も測ったけど、私も、ありません。これ、エージェントさんにやってもらって、僕はありませんでした。うん。コロナイフって言っていじめるのやめてね。うん。ミズニャンがキャッスル、あ、大丈夫、隠さなくないか。怖いのは野田総理とかアチョウさんとか星屑ジェットあたりがこの件を広めないかが、あと探偵ファイルの高橋とか、うん、まあ週刊文書はないと思うけど、ね、いやだから僕もう一回言おうかね、俺は当日に普段ね、あのギフト切ってんだけど、そのニコ生でギフトが投げられすぎちゃって8600ギフトになったので、もともとナイフが行く予定だったのも飛行機も取る感じで、ほんで先払いでお金は もちろんありました。ナイフはでお母さんが立て替える形でお金ね先に払って、でも俺はその分浮いてしまったそのギフトの小じき分をじゃあナイフ君に当てますよって言って、リスナーさんの了解を得てそこでね、じゃあそれでっていう自分から、ね、もらうわけにもいかないから、それを渡しただけで、俺が背中をトーンって押したとか言うけど、俺がお前行ってこいよって言ったのじゃ、ね、でいつだよ。暗黒掲示板見てやろうかじゃあ、俺の放送自分で。ああ、これ今暗黒掲示板に貼ってくれてるけど、うん、これすごい早くまとめてくれてんね、こいつ。誰か知らんけど。え、どうだからね、じゃあ分かった。俺が、じゃあナイフが今回取材してくれるんだったら、往復で出しますよ。5000、1万円な、条件1万円で。取材するならね。あ、そうだ、取材はするかもしれないけど、うん、それちょっと待って、1万円でできるかどうか分かんない。じゃあだから、その端数は、こ、え、端数は出さない。1万円上限で俺、あの、領収さえ持ってくれば出すから。往復、うん、ちょっと、うん、だからね、なんか、はい、あのリスナーさんがなんかね、配信で少し協力してもらうかななんて言ってたんだけど、うんうん、今私は本当に6万円しか年金出てないから。じゃあだから分かった、じゃあ俺が今回あのちょっとあの小じきで入っちゃったから、それで1万円分渡しますよ。でも、うん、じゃあ静かにしろよ。1万円以上は出ないわけ。だから俺が今日ね、投げ銭ギフトで8000円入っちゃったから失敗して、それの分であの1万円出しますって。聞いてる？俺ら言葉で 3P してるんじゃないんだから、落ち着いでしょ。別にねえ、このなんか問題あります？ちゃんとねえ、強制指示じゃないじゃん。アウトってな、どう見てもセーフでしょ。じゃあ指示っていうか、行くんだったらっていうことで言って、別に小じきした分をってちゃんと言ってるでしょ俺だって、うん、小じきした分って言って、取材でも何でもねえじゃん。取材っていうのは言葉の言い間違い、取材って言ったことに関しては言葉の言い間違い、うん、あの N 国とお騒がせし N 国党市議会議員が指示をしてコロナ拡散なんて書かれた。じゃあ誰だこいつ、ずっと送ってきたやつ、うん、あの6992さん、あんたブロックされてるんだから、もうかけてきても意味ないよ、うん、すごくかけてきてるけど、いやどうしよう。いや心配なのはこね、ナイフ君とか、あとね、現地に行った人たちですけど、いや知らん、あのずっとなるとブーって言ってブロックされてるくせに、ずっとしつこくあの
6992のアホやつがめちゃしつこい10回以上かけてきてる。何こいつ怖いんだけど、いや全然、うん、ちょっと濃厚接触者に当たる人は今のところジュケさんと村真子さんとあと残りの13人かナイフ含めたら、あと絶対行ってください検査には。ほんでちゃんと測った方がいいですよ、うん、剣またぎなんか助長してないよ別に。どこが助長したように聞こえるんだよな。トールって誰？ネズミも遊び、ネズミが一番遊びに行ったから。ネズミはね遊びに行って、ほんでねふわちげやったりしてて金稼いだから。俺あいつの連絡先なんか知りません、うん、お前からかけてこいよ、俺番号公開してんだから。いやネズミが一番悪いと思うよ。だってあいつは別にユイガと接点もなくにね、だってナイフはさユイガ一家の一員じゃん、うん、だから言ってもいいかもしれんけど。いやお前は金を出したんだよ最初から。金を出す、あのさ、さすがに嘘と本当ぐらい分けてよ。もともと行く予定だったの、でお母さんが立て替えてんのナイフの分の往復分はね。あいつは金がないなくて俺が立て替えて、じゃあこれで行けるようになりました行ってきますじゃないんだって。俺が小じきをした分を自分でもらうわけにいかないから、じゃナイフに渡すねって言っただけじゃん。もともとそうなの。分かった。だから話を変えないで、自分の都合のよく、自分都合よく変えないでね。取材って適当に言ってるだけ、あれは、うん、適当に言ってるだけ。取材に行ってこいなんて言葉遊びの一つだよね。ニコ生特有の言葉遊び、昭和の時代に流行った言葉遊びの一つだよ。それを議会で説明できるわけねえだろ。議会でどうやって説明するんだよ、これ言葉遊びの一つなんですよって言えるわけねえだろ。に言うてな、いやかけてこいよ、じゃあ村なんとかってやつな。番号、俺番号いくつだっけ、080 29、何番号に俺間違えそうで怖いんだよな。ちょっと番号にここにシール貼るんだけど熱で溶けちゃうんだよな。野田が週刊誌に一斉メールしてるけど本当にやってるからね、あいつ裏で。これね嘘だと思うじゃん。野田総理って本当に裏で週刊誌にとか全てに一斉メールしてんの、テレビ局に。俺もネタだと思うじゃん普通。本当にやってんだよあいつマジで。はい、自分より目立つ配信者が嫌いだから。いや本当にやってんのそれがね。普通ネタでしょって思うじゃん。ガチでやってるからねあいつは。びっくりすることに、うん、だって一回俺と喧嘩したことあるのよ、のぞあって言い合いで。そうしたら普通に全く無関係の現職議員にメール打ってるからね、うん、怖いよあいつ。まあいいか、もう終わろう。やっぱ終わります、うん、終わりますね。まあそうやってね、久保田が取材をね示唆したとか嘘書くのやめてくださいね。あとあのマスコミとかニュースは勝手にね俺に取材もせずにね、適当な記事書いて俺を貶めることすんなよな。俺もちゃんと自分なりの言い訳は持ってるんでね、自分なりの言い分は持ってますんで、うん、いや怖いもんだって。何が怖いって別に、うん、いや市役所か、ちなみに市議会に行っても意味ないからね。あもう一回ちょっと迷惑になるからあえて言っとくけど、市役所によくさアホが通報とかで調子ね面白がってやってるけど全くあれ意味がないってことを覚えときな。議会内での出来事に関しては議会はね対応するけど、議会以外での出来事に関してはね、特に口出すことってありないんですよほとんど、うん、
それをなんかね、議会に言えばなんとかなるとか思って勘違いしてる人がいるけど、議会とかに関わることだったらあるけど、それ以外は特にないんで、はい。だから頭の悪いバカがよくそうやってね、面白がってやってるけど、まあ、本当にバカなんだなと思って、まあ放置してます。特にだから未だに何も僕ね、特に処分受けてないでしょ、これといって、うん、ね、ただ迷惑かかるだけ、向こうの作業が増えるだけなんでね。そうだよ、本当にだから未だになんともね、謝罪もあのあれをかけとかないじゃん、うん、議会内の発言だとか議会内の行動であればこうやってねやられるわけということです。はい。だからそういうことを全くね、変なバカが役所にね電話とかメールとかしてるけど、全く、うん、ね、意味ありません。職員に知られたても、まあ、そんなのが、ほんのあれですよ。うん。裏でナイフと会ってないよ。なんか、じゃあ聞きたいことだ、電話かけてこいよ、俺に。俺に聞きたいこととかやったら電話かけてきていいよ。俺の番号、どこだったかな。ちょっと番号間違えると怖いからさ、バンされちゃうから、俺の番号を。なんか、じゃあ聞きたいことは聞いていいよ。これに関する件だけね。他の質問とか受け付けませんけど。俺自分のサブ携帯忘れちゃうんだよな、うん、2984。でも最近混戦してしちゃうからさ、あんまりやりたくないんだけどね。なんか質問とかある人かけてきていいですよ、今回の件に関して、うん、はい、もしもし。あ、お名前お願いします。あ、ゴミ拾いのメガネです。ゴミ拾いのメガネ？うん。はい。久々だね。まず、あ、お久しぶりです。うん。見てたんですけど、うん、横山さんがナイフさんにこう資金を提供した意図っていうのはどういうところにあるんですか？弁護士みたいなこと聞くね。横山さんがナイフさんに、はい、資金を提供した意味、じゃあ教えるね。その、はい、俺ってね、実はリスナーからお金とかもらわないという主義者なのね。はい。で、それ、なんか見て勉強してますよ、最近アンコク放送。あ、ありがとうな、勉強してね。でもそれって横山さん側の都合で、その実にその横山さんがナイフさんにお金を出して、もしかしたらその誰かにこう、まあ、感染させてしまったかもしれない、その社会に迷惑をかけてしまったかもしれないっていうのは紛れもない事実であって、その横山さんが小じきをしてそのお金をナイフさんに渡したっていうのはあくまで横山さん側の都合なので、なんかそれはなんか責任とかいうか、そのなんか理由にはならないのかなっていう気がします。はい、論破します。いいですか？あ、はい。もともとね、それを言うのであれば、もともとナイフ君はお金があってお母さんのね、はい、援助を受けて行く予定であったわけね。それはあるよね。最初にもともと行く予定だったのを、俺は当日こじきをしてしまったから、その分をじゃあナイフ君に、じゃあ俺がもらっちゃう、悪いからってナイフ君に提供しただけ。それなんか問題あります？例えばそのなんか今条例で暴力団に資金を提供すると逮捕されたりするじゃないですか。ちょっと待って、はい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 、はい、論破します、はい、俺、はい、暴力団ですか？あ、例えの話なので、すいません、ちょっとこれあくまで例えなので暴力団って言ってるわけじゃなくて、うん、暴力団に対して資金を援助して逮捕されるのって、別にその暴力団が何か犯罪行為をもともと起こすつもりでいるのを知っていて、そこへ資金を提供して提供してもその罪に問われますよね。ただその私もともとやる気でいたのに渡すっていうのは、別にこうそのなんか別にその言い訳にはならないというか、そのあくまでそのもともとやるつもりだったから、別にその責任はないよっていうのはおかしいのかなっていう気がしますね。そのあくまでその援助したっていうのが問題なのであって、そのナイフさんが元から行くかとか元から行かなかったとか、そこは関係ないのかなって気がします。関係あるでしょ。だってもともと、じゃあ俺がその小じきしたギフトのお金もらえばよかったわけ？それだとリスナーが許さないじゃん。だから俺はその分。そう、なんかその、それは横山さんが自分で考えてる、その、自分の哲学であって、その、今回そのナイフさんが感染してしまったことには関係ないのかなって思います。その、もうお金を援助したというのは事実なので、別にナイフさんを責めてるわけではないですとか、はい。仕方というと、その、横山さんが、その、立場もあるし、貧しいのか、まずいのかっていう気はしますね。さっき、なんか、その、調査を、なんか、言い間違いとかって言ってましたけど、議員さんって、その、言葉に一番、こう、気をつかないといけない職業だと思うんですよ。なんか、言い間違いで済まそうとしてるのは、
まあ、その議員として立場としてどうなのかなっていう気はしますね。まあ、議会で何か発言してそれを言い間違いで撤回できるのかっていうことだと思います。いや、規制できるよ。手を挙げて、はい、先ほど言った発言は規制しますって、規制できるから、議員さんも。で、みんなが言ったら、まあ、議論に、それはあくまでその、間違えてしまった時の、その、対処だって、なんかそれを言い訳に違うのは違うと思いますし、みんながそれをしたら、まあ、議会は成り立たないのかなという気はします。いや、でも、俺とナイフは、市議会、ナイフは。あ、そうか、例えならですいません。それは、関係ないですし、はい。例えでしょ？ということは、はい、いや、要はね、その、もともと行く予定だったわけね、はい。それは前提としてあるわけね。はい。で、それで俺はこじきをしてしまった分を、じゃあナイフ君に、ね、今回その、ね、いつもお世話になってるからっていうことで、そこで、だってコロナに感染させたいがために行かせたわけじゃないじゃん、俺だって。いや、そのなんか、メガネさんが、ナイフさんがもともと。メガネさんって自分だ。うん。あ、すいません。笑っちゃった。その、ナイフさんがもともと行くかとか、その、行くことにしたとか、行かないことにしたとか関係なくて、うん、その、単にその、横山さんがその、援助してしまった。じゃあ俺が、例えだけど、暴力団に資金提供してしまった市議会議員と捕らえられてもおかしくないって話なの？はい、いや、そうではなくて、その、あくまで、ね、例えその、それは今、その話はその、ナイフさんが元から行くことにしてたとか、その行かないことにしてたとか、そこに対する例えなんで、別にそれは関係なくて、ただそのなんか、人を殺そうとしてる人がいるじゃないですか。はい、横山さんはその人に凶器をこう、渡したとするじゃないですか。でその殺そうとしていた人は、もともと凶器もらわなくても殺すつもりだったって言ってるんですよ。うん、そこに、でも、その状況でも凶器を渡した横山さんっていうのは、多分責任は問われる。と思うんですね。それと一緒に別にその、もともとやるつもりだったとか、やらないつもりだったとかではなく、援助してしまった時点で、まあ、責任は生まれるのかな。ちょっと待って、俺援助したの？資金を。いや、援交してないよ。俺援助してないよ、今回。ちなみに言うと。資金を、じゃあ、お金を渡したってのは違うんですか？いや、お金は、振り込んだんだけど。それが援助なのかな？はい。いや、手助けしたってだけだよ。別に援助はしないもん。手助けと援助って何が違うんですか？何？手助けと援助って何が違うんですか？だから自分が使えないお金を渡しただけだじゃん、別に。で、自分が使えなかったお金を自分で使うわけにはいかないから、私利私欲に使えないから、じゃあ、ナイフの、ね、渡費に使ってくれって言って、渡航費に使ってくれって言って渡しただけ。自分が使える使えないっていうのはそのなんか関係なくて、その横山さんのあくまで状況なので、なんかここは結びつけることではないのかなっていうか、そのさっきその凶器を渡すのが悪なのか善なのか楽しかったと思うんですけど、その別に自分がナイフで人を殺す予定がなかったから、そのナイフをさ殺人したいって人に渡してもそれは悪ですよね。そのなんか自分が使う予定使わない予定っていうのは別に関係ないのかなと思います。じゃあ、どうしたらいいの俺は。僕が横山さんの立場だったら、てか、久保田さんでしたっけ、本名、はい。立場だったら、まあ、その議員の立場として、何か、やっぱ、公的な場で謝るべきなのかなって思いますね。ツイッターとかですか？まずは。そうなんか、はい、ツイッターとかで軽く、そういうのは、僕があったら言いますね。まあ、その後は、まあ、はい。いや。なんつうんかな、世間では俺が、じゃない、世間ではさ、はい、俺がナイフに金を渡して背中を押したっていうふうに囚われてるわけ今。そうですね。囚われてるというか、そう、なんていうんですか。そういうふうに思ってる人が多いってことね。じゃあ。思ってる人が多いというか、そうなんじゃないですか。ほんで、コロナが発生してしまって、向こうでクラスター起こしてしまってるふうにみんな思ってる可能性が高いってことじゃあ。終わったらその、別に、なんか、ナイフさんがクラスターを起こしたってまだ分かってないじゃないですか。なんか、別に帰りの家庭で感染したかもしれないし、なんかその、ナイフさんがクラスターの元になったとか、そういうのは関係なくて、ただ単にその、横山さんが、その、議会、議員っていう立場の横山さんが、その、剣またぎをしようとしている人を援助したっていうのが問題点なのかなって今回思ってます。なんか、別に、はい。だから正直そのもう、横山、そのナイフさんがコロナにかかってないってそんな関係ないことだと僕は思ってて、
岡山さんがもうその剣またぎを援助している時点で僕はアウトなんじゃないかなと思ってます。いや、なんていうかね、その俺が剣またぎを助長したとか補助した風に思われてるかもしれないけど、それ違うから。そうじゃない。どう違うんですか。違う。俺の言い分としてはね、俺はギフトで投げられた分を自分で受け取るわけにはいかないから、はい、リスナーさんと相談した上で、じゃあ自分でもらえないからナイフ君に。なんかその横山さん側の都合でそのお金を援助したことには変わりはない。じゃあそっちだってメガネさん側の都合じゃん。何がですか。いや言ってることメガネさん側の都合でしょ。だって俺が、なんかその、うん、僕含めたリスナー側の都合を聞くために今電話を受けているんじゃないですか。まあそうだけど、そうだけど何か、だから何なんだよ。そうだよ、だからリスナーさんの意見聞くために電話してるんだよ。うん、してるよ、はい、だからそれも一つの意見です。だからまあその横山さんなんかすごいお世話になったので、うん、横山さんのためを思ってやっぱここは横山さんというよりは久保田さんの立場として、まあなんか何かしら、まあ社会人として、社会に出てない僕がいるのもなんなんですけど、社会人として何かすることはあるんじゃないかなと思います。メガネ君何歳だっけ。21っすね。俺42歳、3歳か。まあその結構そのなんかないじゃないですか、その謝る場って意外と。だからまずはツイッターとかでして、まずちゃんとした謝罪文みたいな形で出した方がいいのかなって気はしますね。じゃあ話変わるけど、俺とな、はい、俺もね、まあ、多少の責任はあるっていうのは、まあ、言ってることは少し理解したかもしれんけど、はい、同じように言った配信者とかじゃどう思います。はい、まあそれ、まあそうですね、まあ確かにはこれは結構そのきっとなんか会話ないのかなって思ってて、そのやっぱ完全に家から一歩も出ない自粛をしてたら、そのまあ経済が死んでしまうわけじゃないですか。だからまあそれはまあ個人の判断になるし、正解一つ、こうなんか一つの正解をこう断定できることはないと思うんですけど、多分今の電話っていうか横山さんのそのことについての電話なんで、なんかその話にするなら、まあ、僕はもうこれ以上は話さなくていいかなと思います。じゃあ今回悪い度で言うと、はい、俺何パーセントぐらい。小山さんが120とかじゃないですか。はあ、ちょ100オーバーしてんじゃん。100オーバーしてんじゃん完全に。ねえ120って15 100% 以上の 120% オーバーで限界値突破してんじゃん。どんだけ悪いん、悪人みたいじゃん完全に。悪人じゃん。いやでも誰でもその間違ってしまうことはあると思うので、なんか、ま、間違ってしまったことをなんかずっと言ってるんじゃなくて、その間違ったからあとどうするかかなって僕は思いますね。それなんか偉そうにこの後の行動がその久保田さん、横山さんのその久保田さんとしての議員の資質が問われてるのかな、公人としての資質が問われてるのかなって僕は思いますね。あと、あれですね、なんか、でもさ、なんか、ナイフさんに責任を、こう、押し付けようとしてる気がするんですけど、まあ、それもやめた方がいいかなって。いや、ちょっと待って。俺が、ナイフさんに責任を押し付けて、トカゲの尻尾切り、貯金って切って、壊れたおもちゃはもういらない、ポンって捨てて逃げようと思ってると思ってるってこと？じゃあ、今言ってることは。そういうふうに聞こえたよ。いや、そこまで言ってないです。いや、そういうふうに聞こえたんだけど、だって。あ、そうです、すいません。壊れたおもちゃを、もう、ね、これ以上やると人っていうことで自分の保身だけを考えて切ろうとしてるっていう、そういうふうに聞こえたんだけど。ああ、そう、すいません。絶対ないから、そんなことしないから俺。はい。うん。まあ、なんで、やっぱ市議会議員の立場として、この後やることは他はあるんじゃないかなって、一有権者、まあ立川市民ではないですけど、一有権者として思ってます。そろそろなんかリスナーさん飽きてきたと思うんで、全員聞いてもらって大丈夫ですよ。
まあ、一意見として、まあ、ということで一つの意見として、はい、あの善処いたしたいと思います。 はい、まあ、もしもし、もしもし、もしもし、名前は山田で、山田、あ、ちょっと待って、はい、豆連投 NG 入れます。山田くん、今回の件について思う所存があったらお示しください。え、謝んないんですか。いやいや、あなたの意見を聞いていくだけ、強制しないで。みどりさんが、あ、じゃあ行きます。みどりさんが尺 20% 悪いと思います。理由は、あ、謝った方がいいと思います。理由は、え、さっきのヘナネくんの言うとおりです。じゃあ、あなたの意見はないってことね。わかりました。あなたの意見はないってことがわかりました。阿長さん拡散してるの？ちょっと待って、阿長さんやめて、うん、もしもし、名前は紀藤です。紀藤くんね。はい、意見あります？もう今回の件に関してはもうさっきメガネ君の言った通りのことでなんですけど、もうみどりさんはこれ以上何も言わない方がいいと思います。まだそのクラスターとして認定されたというか、ナイフ君しか分かってないと思うん でまたなんか野田さんが拡散してるか知らないですけど、だってもうそのことが大ごとになったらもうメガネ君言った通りツイッター上で謝るとかした方がいいと思います。わかりました、ありがとうございます。ちょっと電源切るわ。ちょっと待って、なんか、ジュケさんが体だるくて、村孫さんが喉の痛みあり。なんか、こんな書き方されたら、まるで俺が自己保身に走ってるみたいな言い方してんじゃん。こんな書き方して、こんなタイトル作られたらさ、まるで俺が自己保身に走って、逃げてるみたいに思われるじゃん、こんなことされたら。やめてこれ、こんな風に書かれたら。うわ、えらいこっちゃこれ。ねえねえねえ、思ったよりもことは大きい方向に進んでるのかな。剣またき止めたんだよ。俺は一とりあえず言ったんだよ。みんな嘘って言うかもしれんけど、電話番号今電源にまた再起動するから待ってて。俺はこのねコロナが発生してる時期に外配信とか外出とかは危険だよっていう話はしてるわけ。今つけました、番号080-298-4010です。もしもし、もしもし、はい、僕謝った方が僕はいいと思います。もうそれ分かったから、それは分かったから、うん、じゃあ謝る気はあるんですか。はい、もしもし、もしもし、何、さっきからなんで電話切ってるんですか。いや、あなたがすぐ電話かけてくるから。はい、もうやめてくれ電話、うん、はい、あ、どうも、うん、どうも、
しもし。あ、じゃあ、聞いてます。うん、何？あ、ちょっと村真子さんだけかけてきて、ちょっと一旦切っていい？村真子さんかけてきて、村真子さんだけ。村真子さんかけてきてんなら、一回どうぞ。うん。村真子さんだけかけてきてください。ちょっとお話があるんで。ガチで。08029840140。もしもし？もしもし？もしもし？なん、あの、村真子さんだけかけてきてて聞こえた？村真子さんだけですか？はい。あんたか、あなた呼んでないから。すいません。いや、そんな登録しないですよ。話がなら全然乗りますよ。もしもし？あ、登録しない。話がなら関係全然乗ります。もしもし？もしもし？あの、聞こえてました？もしもし？埼玉部です。あの、聞こえてました？気持ち悪いから電話かけるってやめて。まあそういう、いいよ。かけてこなくていいです。もう。気持ち悪い。な。あ、かけ、じゃあかけてこう、何かむ、じゃあ、指名料1枚って、誰がてめえなんかに1枚払うから気持ち悪い。お前みたいなやつに1枚も払う価値があって、テレクラで電話気分でやってんじゃねえぞ、こっちはよ。気持ち悪い。こっちも絡みたくねえわ、てめえみたいなさ。ねえ。お金大好き、お金済みなんか。お前がか、教えろって言って、コメントで、あったら書きやんだろ。なんで私だけさ、ショック受けてるのかさ。何？ショック。いや、電話しないからってぶち切れるするとか、どんだけ女だよ。お前なんか女として見てねえんだよ、この野郎。なあ、女をで、てめえなんか女として見てないの。ね、メス見えなくてお前通報すんぞ。見らなんかしに、俺お前にブロックされてるから見ようがねえんだけど、うん、もう配信20日以上ね、ずっと毎日長時間やって声ガラガラで喋れねえんだよ。もうおめえが遊びまくってるからだろ。久保田さんあなた45でしょ。45じゃねえ、44でいくねえ。感情的にならないで、久保田さん。44歳です。44歳です。落ち着いて。本当に33歳のお前も落ち着けな。落ち着いて。お前も落ち着け。R のおっぱいにまみれね、乳首でも吸って早く寝なさい。R のおっぱい吸って早く寝なさいって俺赤ちゃんのことやる。何か R さんのおっぱいに吸い付いて早く寝なさいだ。なあ。そう。いや、早くもう R さんの乳首でも吸って本当早く寝てんもんいいから。なんだこいつ。お前なんかに、いや、リスナーがコメントで嘘書いたから俺つけてやっただけだろ。村真子が電話したいかと言ってるから電話つけろって言って。じゃあ、その嘘ついたやつに怒れよ。俺じゃなくて。なあ。この迷惑配信者が。なあ。お前さ、ね、言ってやろっか。この時期に福岡に剣またぎしてさ、ね、向こうで、ね、切れたナイフにサインなんかちょろちょろってさ、アイドル気分で書いちゃってよ。何か村真子クローバー Z だよ。なあ。顔ランク Z の野郎がよ。調子に乗りやがってさ、何が俺が45のジジイが興奮しないでだ。気持ち悪い。いい加減にしとけよ、この野郎。なあ。なんで俺が、俺サインなんかいりません。いりません。ね？悪いですけど。ああ。まるで俺が振られたみたいになってんじゃん。これ、こんな感じや。いや、コメント書いたっすよ、こって。なんか俺がまるで、振られた気分でむちゃくちゃ腹立たしいんだけど。ね。コメントでさ、あいつが電話つけて話があるからって言って俺書かれてたから、あ、そうなんだと思って電話つけただけでしょ？それなのに気持ち悪いからかけたくないって言われて俺知らねえって言ってる、そんなこと。ねえ。何もしてませんよ。全然興味ないんで。そもそもが。というかさ、剣またぎしてさ、ね、福岡まで遊びに行ったあいつの方が叩かれるべき存在ですよ。まあもちろん私もね、一部の意見としては、ね、身に染みる所存でございますけど、それよりも何も、ね、
わざわざゆいがさんっていうさ、ね、チキータバナナターちゃんの、あれを剣またぎまでして、見に行った女が一番悪いと思うんですけどね。うん、どっちかといえば。俺実家に行ったよ、名古屋のやつ。でもそれは行ったじゃん。実家にはどうしても行くさ、緊急不要の用事があったから。うん。自己判断で、バッハと一緒で自己判断で、緊急のね、用事があったから行ったわけ、名古屋に。実家にね。その後に、マックス村井さんの手羽先フェスに行ったことに関しては、謝罪しました。すいません、つって。で、それは確かに配信するべきことじゃなかったし、ね。別にそれは申し訳なかったと思ってる、うん、ゴロリのツイッターまだあいつ悪口書いてんの許さんよ、うん、みどりさん、やっちまったな。この時期に剣またぎを後押しする旅費提供は議員の立場的にまずかろうって。その上支援した人が陽性で剣をまたいでコロナの気知らず結果になるって、ヘズマクラスの迷惑行為なんじゃ。レベルなの？ヘズマナって山に埋めてください、うん、何今世間では俺が背中をシェフに見られてんだ。でも俺の都合を言ったらさ、それはあなたの都合でしょって言って切られるってひどくない？確かに俺もね、俺は俺のなりの都合あるけど、それを言ったら、それはあなたの都合ですよねって言って、切るってさ、元も子もないじゃん、そんなこと言ったら。野田が小通りしてわかんない。だって俺は別に、後押ししたんじゃなくて、自分でもらった分は使えないから、じゃあどうするかってことで、渡しただけだろ、ゆいがのあれに。ゴロリさんの意見聞け。時間でもないじゃん。でも聞いてもあれだよ、もういいよ、時間ないし、ゴロリもあれだから。じゃあどうぞ。ちょっとまあなんかこのままだと、いや、え、逃げに、本当だよ、医療従事とか赤十字に寄付すればよかったわ。医療従事とか、なんでだってまさか、でもさ、なんでこんなことになって、なんでこんなことになって俺が一方的に叩かれてんの。これ、俺が、何、うん、いや、だから違うんだって、違うんだって、これは言った人間が叩かれるべきっていう存在でもあるんだけどさ、ちょっと誰か野田総理に助けに求めたいんだけど、でないよな。野田って今配信中やってるの？だって野田総理って今配信やってたらちょっとかけられないけど、野田って何やってる？配信やってる？寝てる？寝てたらで悪いな。起こすわけにいかないな。うん、配信やってる？彼のだって。
胃が痛くなってきた。意外じゃなくなってきたんだ。いや、一応止めたよ、俺は。このまんまね。俺で止めんかって、ナイフ止めたっけ、俺って。なんか記憶の、かすかな記憶では、なんかナイフに行くなって言った記憶があるような気がするんだけど。森先生の逆張りに慰めてもらえ。森先生だって誰か俺の味方いないの、このまんまだと。このままじゃ俺寝れないよ。行けないなら俺が行きたいまで言ってました？言うわけねえだろそんなこと。どこまで風舌のルフをさ、いくらアンチでも言っていいことと悪いことあるよ。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、ごめんね、配信中なんだけど。いや、もちろん配信中ですけど。なんかすごい叩かれちゃってさ、落ち込んでんだけど。何があったんですか？要は切れたナイフが今回ユイガさんの裁判に福岡に行ったのね。はい。そうしたらコロナに感染しちゃって。あ、それみどりさんのせいだって言われてるんですか？そう、みどりさん、お前が金を渡したからそうなったんだろうって言われてんの。ああ、でも予算的にはどう思うか素直な意見を教えてよ。これ悪い？まあでもどうなんですかね、悪いじゃないんですか？だってはだってやっぱそのお金を出して、うん、自分が行けばよかったじゃないですか。だ俺議会中だったし、俺が行ったらまずいじゃん、うん、でもそれを人を使ってやるのはさすがにないですよ。だって今コロナって分かってるじゃないですか、うん、分かっててそうやって外出させて、うん、そう、それでコロナになったらやっぱりそれみどりさんの責任だと思いますよ。じゃあ俺が自分が裏で指示したみたいになってんの？じゃあだって指示したんですよね。じゃあもともと行く予定だったの、ナイフは。で俺がこじきしちゃった分を自分で使うわけにはいかないから、じゃあナイフ君にじゃあその分渡すねって言っただけ。ナイフはお金がなくても行くつもりだった？そうそうそう、お金がなくても吉江のお金を使って行くつもりだったわけ。そこ、ああ、そうなんです。そうすると変わってくるよね。まあ確かにそれはちょっと変わってくると思いますけど。だね、うん、だけどやっぱりあのお金を渡してそれでやっぱり行かせるっていうのがやっぱで、そういうのがダメだと思いますよ。だって俺こじきしちゃった分、じゃあリスナーと相談したんだよ。でもリスナーさんと相談した上でリスナーの大半はナイフにあげていいよって言ったからそうしたの。いや、こじき何でしたんですか？こじきなんか。いや、だからニコ生のバグでね、最初にギフトが5000ギフトぐらい損じて。わざとやってるでしょ、毎回そうやって。いや、わざとじゃ、ガチわざとじゃないって。いや、わざとでやってるんですよ、そうやって。なんかネタにするために、そうやって。いや、わざともらうわけないよ、そんな耳しいこじきを。いや、だって、そんなこじきしちゃったって、わざとやってさ、ね。
そうやって やってるからダメなんですよ。いや本当に切れないんだって、配信開始直後くるくる回って、それは嘘じゃないよ。嘘じゃないっていうか、こじきでしょって。いやこじきじゃないよ、じゃミニこじきだよ、どっちかというと、うん、ちっちゃなこじきだよ。そのこじきのやつを全部ナイフになすりつけたってことでしょ、うん、俺が。そうだよ。俺が罪をなすりつけたのナイフに。だってこじきしたやつどうすんのって、別にさ、そんなの袋に入れればいいじゃん、自分の。いやそれができないから人に渡したんじゃん。ナイフに渡されて自分でもね、儲かったね、ありがとうって言えばいい話じゃん。いやそれは暗黒ルールに反するから。そんなのもうルールだってないでしょ。あるよ、ね、ないでしょ。あるよ。何も守ってないじゃん、一つも守ってない。だから別にこれからどうせね、もう議員も次回も来年だっけ落選するでしょ。しねえよ。ねえ、立花隆なんか逮捕されるらしいじゃん。なんかバカなんじゃないの、あの刑務所に入っても俺はなんかあのね、党首でいるとか言いやがって。そんなのにあなたはね、まだついていってる自覚を持った方がいいよ。もう落ちるんだから 100%。 いやみんな落選してるわけでしょ、どん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 してるよ。44連敗。もう 再選もできないよ。再選もできるわけないじゃん。それからね、もう配信でこじきするんでしょ、これから。もうどうすんの。であの1ヶ月給料10万とか15万でそんな働けないでしょもう。いやこじきするんでしょこれから。死にません。そんな15万とかスーパーで昔みたいに働けないでしょ。15万とかで働くよ。働かないでしょ。どうやって生活すんの。 R さんが養っていけんの。一緒になんか今暮らしてるみたいだけど。いやなんかあと旅行したらしいじゃん、これ小耳に挟んだんだけど。挟むな。旅行してたの。挟むな、そんなこと。余計なこと。コロナなのに小耳に挟むな。いや挟んだよ、なんか聞いたもん、なんかリスナーから旅行してるって。いや旅行でそういうことすんの。自分の立場ってそういうことが落選につながっていくんだよ。そういうことをするってことが落選に、そういう行動がね。有権者はバカにしてる行為じゃん、コロナね。あんた偉い人なんで、あの議会で出て議員なんでしょ。そうですよ。そういう行動が落選につながって、まあ、まあそれでも落選するけどね。あの NHK 国民を守る党だってさ、まだ支持して。いやあんただって支持してたんじゃないの、過去は。昔は支持してるわけねえだろ、あんなと。もう終わりだよ、終わり。立場が逮捕されて全て終わり、全員が再選できなくなって終了だよ。いや俺の議員生命どうすんじゃ。じゃいやだからこじきするんでしょ。だからいや来期も頑張るに決まってんだろ、選挙で受かって当選してさ、うん、いやだからそんな本当にできると思ってる。いや思ってるから今活動してんだろ、頑張って。いっぱい活動してても、じゃあなんでそんな R さんとそうやってね、あの県外旅行したりするの。それイメージ悪くなるぞ。だってそういうことしてるから、うちはもう絶対当選なんか絶対できませんよ。何が慰めの森だよ、嘘ばっかつきやがってよ。何が慰めの森なんだ、おい。森の何が森の恵みで慰められるじゃん。えぐっただけだろ、人の心をさ、深くまで。ただえぐりに来ただけじゃん、森が。ねえ。何が森の癒しなんだよ、なあ。嘘ばっかつきやがってよ、コメントでよ。何が逆張りの森だ。何が再選次回はありませんよだ。何が立場についてたら無理だ。
橘さんに謝った方がいいんかな、この子のこと。でももう20、12時だからダメだろ。球団ボックスで連絡先知りません。このこと探偵ファイルとか取り上げないことをね、切に乗ります。取り上げるんだったらちゃんと高橋お前取材しろよな。うちの放送どうせ提供を受けて見るんだからな。モグゴリバーのことを取材して書きやがってさ。でもさ、ワンチャンだけど切れたナイフの検査結果の間違いっていう路線もない？勘違いで。ワンちゃん。誰も助けてくれないの？石川が拡散するわけねえじゃん、ノリさんが。我らがノリさんがそんなことをさ、ね、暗黒放送の横山の立場をさ、落とすために、拡散するわけないでしょ。うん。我らがノリさんが、僕らのノリさんがね、そんなふざけたことするわけないでしょ。うん。じゃあ今ちくらん出てこないもん。ちくらん、いや YouTube ばっか出てくるから嫌なんだよ。ツイキャスなんでちくらん出てこないの。一時検索するのが面倒くさい、はあ、なんで俺がこんなとんでもない目に遭ってんだっていう気でもいるけどね、うん、やってねえじゃん、配信やってねえじゃん。よかった、嘘だった。乗り行きやってると思ったけどやってませんでした。いやだってやってないじゃん。ニコ生でやって、どこでやってんの？ツイキャスでやってなくない？ちくらんで、ツイキャスなんか今見たけどやってなかったよ。もう生きて死にかけましたっていう。サブアカでやってんの？あ、サブなんか俺見ない、見ない見ない。そこまで見ない。うん、サブアカまで俺見たくないんで。なんでサブアカにでやるの？ね、本アカとサブアカの違いがわからんわ。だって配信やるなら1本で絞ればいいじゃん。なんでサブアカでやるの、いちいちニコ生でやれよ。大変だねってニヤニヤしてた。いやニヤニヤしてた。さっきおさんから説教されてたんだ。俺剣また議員って呼ばれてるの。俺がまたいだわけじゃねえんだけど。突き刺さること言われたんだろうな、うん、いや暗黒リストはフットワーク軽いよね。ミラーしてる？いや、あんだけ俺のコロナの時にいろいろ言ってて、それで今更なんかベソ書いて、なんかよそしすぎの親父がなんかいろんな配信者に助けを求める姿は情けないよね。お前に助け求めてないんだけど。自分のさ、子分みたいな配信者にさ、福岡行かせてさ、本人はさ、立川の家からさ、ノーノーと配信してるわけでしょ。だったら自分で行った方が潔かったよね。なんか自分は責任取れないからさ、家にいてさ、で配信者がどうのこうのみたいな。結局ね、自分で企画を考えないで人に乗っかってきた数年がここで出てるんですよ、うん、これはねいただけないですよね。やっぱ叩かれるんじゃない。うん、でまた乗り溝とかでなんか口くんでひーってひん曲げながらあのせーとか言ってくんで、またいつもの。あれをまた可愛いと思ってて、周りの配信者もいや見てる線大丈夫ですよみたいな感じで、本人それでさ、なんだろうな、安心しきっちゃうんだよな。
そういうノリがあるんだよ。なんか緑さんノリみたいなのが。緑さんとか言ってるけど、あんなも脳外人みたいなもんだからね。いい年してさ、そう、ずーっとなんか父ばっかり追いかけて、ねえ、いまだにどうせ後ろにさ、暗黒の旗とか置いてさ、やってんじゃん。でも、余計目緑でーすみたいな。人のことをね、ループとかどうこう言う。化石みたいなやつだからね。きっちゃん、うん、これ以上見るとイライラするから、これ以上見るとイライラするだけなんでね、うん、コロブタくんにね、放送をいちいち教えないで、うん、いやしないしないしない、うん、コロブタくんのね、ことはいい、うん、ね。もう誰もこういうもんだから。ね。配信会ってね、少しでも人の弱点見つけると、そこを突っついてくんの。本当にちょっとでも傷が流るとそこをえぐってくんで、ぐり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 。そういう世界なの。絶対立ち入らないでね。リスナーの皆さん。配信者ってこういう生き物だから。ね。普段は仲良し講師やってんのに、少しでも人の穴があると、傷口あると、ぐりぐりえぐってきて、ほんで、傷つけようとするんだよ。あいつら。な。久保田県派遣金って書いてるけど、俺がまるで派遣したからうんぬんかってさ、言うのやめろや。ね、剣又議員だとかさ、剣又議員だ、ふざけやがって。いや、剣又議員だよ。ナイフ入院決定？え？そう、いや、自宅待機でしょ。いや、自宅待機ってさっき言ってなかった？今度の指示があるからって言ってたでしょ、ナイフ。え、それどこ情報？それ何情報？ナイフは入院って。いや、だから何情報だって聞いてんの？入院って相当重いってことだよ。聞くよ、じゃあ俺。もしもし。はい。今コメントであるけど、ナイフって入院措置決まったの？いや、決まってないですよ。だよね。重症してないでしょ。うん。今日発覚したので、明日とか明後日とかに保健所からうちに電話が昼間とかに来まして、うん。どうするかってことは、それから決まるんですけど。うん。とりあえず、今、今すぐに入院とかそんなものは全然ないですよ。じゃあ今ピンピン。基本的には自宅療養っていうことになってます。今ピンピンしてるよね。今ピンピンしてます。はい。ちなみに、うん、その解熱剤というかロキソニン飲んでたら熱下がってるんで、うん、具合は悪くないですよ。ちなみに俺って悪い今回。いや全然悪くないじゃん。僕最初から行くっつったんだから。うん、行くっつってたもんね。そもそも僕行きますよっていうことを、うん、みどりさんの放送中にかけて。うん、お知らせしたら、みどりさんがなんかその枠の中でなんか8000円だとかあったから、ギフトもらっちゃったから、じゃあそれ何つうの、足しにしてくれっていうことで お話があっただけじゃないですか。別にみどりさんの援助なくてもどっちみち行ってましたから。俺の援助なしでもどっちみち行ってたってことでしょ。どっちみち行ってたから、うん、そうだよね。まあ、うん、だから別に、うん、何もこっちはだから何もなんか文句はないですよ。前さっきも言いましたけど、うん、なんかクレームをつけるところはみどりさんに何もないですよ。そうで、別に特別に今苦しいってわけじゃないんで。じゃああれから、まあ、しばらく外出できなくなるってだけで、
うん、それ以外は別にそもそもあんまり外出ないですからあんまり大丈夫ですよ。ちなみに濃厚接触だと思われる人っていうのは村真子さんとあとラーメン食った人だけ今のところは。ラーメン食った人、そうですね、ラーメン食った方はラーメン食うとき外してましたからね、マスク。うん、であと村真子さんの2人ね。分かった。まあ村真子さんが濃厚接触者に当たるかちょっと分かんないですね。いや普通に当たるし、だってあの一席コロナだから30席あるのを一席ずつ開けて16人しか入れないっていう、うん、一席開けてるわけですよね、一応ね、あの裁判所の配慮で。いや関係ない、だってあの40分同じ密室にいてさ、入り口もさっき受刑さんに出ましたけど混雑してた中で、ね、あとサインまでしてるじゃん。それでサインってあのタッチしてるわけじゃん。でもサインって1分ぐらいですよ、サインもらったの。いやでも濃厚、それも接触してんじゃん、一応接触には関わらないでしょ。まあだからそれあの僕は金持ち込んだ側じゃないと思うんですよ。それはもちろん分かってる、うん、あの7月に外出てなかったんだから、うんうん、で9月7日に参りして8日に裁判ですから、うん、だからだ誰がそもそもの金をその裁判所かなんかに持ち込んだのかが分からない。まあそれは分からんね。村真子さんが持ち込んだわけでもないし、僕が持ち込んだわけでもないし、他にいた人だったんじゃないかなと思いますね。ちょっとそれはまあもう今となっては分からないですよね。そうだね、飛行機かも分からないしね、うん、飛行機かも分からないし。そうだね、うん、分かった。じゃあ、うん、そういうことでちょっとお大事にしてね、2週間は。ああ、うん、はい、またその保健所からどういう指示来たとか、うん、あったらまたあの教えてね、言って教えますよ。分かりました。こういうことを保健所から言われましたとかあったら言う、うん、うん、あともう、はい、あの治ったっていうふうに保健所が判断したりしたらまた伝えますね。分かった、うん、はい、うん、じゃあ、ね、全然悪くないですから、水戸さん、うん、あのなんかいろんな人が水戸、うん、さんの政治家としての責任だとか、うん、それ責任ありますよって別にそれ責める気持ち全くないですから、うん、分かった、うん、全然僕怒ってないし、うん、あの水戸さんのせいと、ま、全く思ってないですから、うん、分かった、ありがとう。ここだけは、まあ、あの全然誤解なさらぬようにお願いします、うんうん、分かった、うん、はい、じゃあね、うん、ああ、はい、あの村真子さんとのなんか電話をしてたんですか、さっき。なんかいや特にあの女が気持ち悪いからかけたくもないって言ったから、こちらもお前みたいなネズミと喋る義理は1ミリもないわって切って怒った、うん、ああ、うん、と金持ち込んだ人間が誰か、まあ、そうですね、ジュケさんにもぜひ PCR 受けていただいて、うんうん、分かった、うん、ね、じゃあありがとうね。はい。はい。じゃあね。はい、立川警察行きますって言って、何それ、俺犯罪者ですかね。明日立川警察行きますって、あなた俺に刑事事件するようなことなんかされました？やめてことを大きくするの。俺がバイオテロ持ち込んだって言いたいのじゃね。意味がわからん。刑事事件になってこれで捕まるんだったら、もう俺生きていけないわ。就職できないよ、こんなことされて。罪問われたら。本当に乞食になっちゃうよ。森吉行の言う通りに。お前はバイオテロの加害者ってわけわからんこと書いてんじゃねえぞ、こにやれ。バイオテロじゃなくてパイオツテロって意味わからんわ。なんでパイオツテロって。言葉が似てるだけだろ。意味わからん。
いや取材に来たらお前逆取材するから、すぐに携帯電話取り出して どこぞの記者ですかってすぐ生放送開始するから、なんか記者が待ち構えたら俺もすぐ配信枠取るから、で逆インタビューするから、うん、あなたは誰ですかっつって、とりあえず漫画すなめておつけ、くだらねえコメント書くね。今俺ピリピリしてんだからさ、人一倍な、意味わからんな、もうこういう時に限ってもさあ、人の穴見つけたら叩くね、我ここに生き様を見つけたりっていうことでさ、うわーってくるけど、もうこういうこと、これこのゴロ豚ね、このゴロ豚、森にすら正論つけられて草生える、生やしてろ勝手にはな、暗黒ルールを守る、緊急事態宣言を守る、議員としてのモラルを守る、全部小手先でこずるく乗り切ろうとして、中途半端だからこんなことになるんじゃ、さすが俺と10年密室の関係あるだけあるわね、一級のナイフ君が剣またげするのを止められない状況に追い込んだ責任をしっかり考えた方がいいね、このサウナデブね、言うにこと書いてしっかり追い込んだ方がいいってね、これ以上俺を追い込んで俺が自殺したらどうすんじゃな、これ以上お前がコメントね、ツイッターとかで追い込んで俺がショックで首吊り自殺したらお前責任取れんのか、これ以上な、サウナデブが、ね、人を使ってテロを起こしたビンラディンと一緒は？見た？今のコメントリスナーさん、黄色ビッグ文字が人を使ってテロを起こしたビンラディンと一緒だってよ、俺のことを。ねえ、ビンラディン？ねえ、俺がビンラディンだって、うん、人を使ってテロを引き起こしたってさ、俺別にテロなんか引き起こしてもないし、指示もしてません。ねえ、そのマスクもタリバンのモノマネめちゃくちゃ、もうそこまで言われるともう返す言葉はありません。何がこのマスクもタリバンのモノマネだ、うん、そんなことまでさせるわけないじゃん、もうやめてくれよ、もう本当にもう明日市役所が、明日役所が、明日仕事があるからもう寝るわ、もういや反論するわ、寝るから。クボタリバンってやめてね、下っ端に勝ち込みに行かせる親分みたい。俺が？そんなことありません。腰痛くなってきた、頭も痛くなってきた、ちょっともう具合も悪くなってきたから寝るわ。具合悪くなってきたわ、配信者って怖いでしょ、こういう時に誰も味方せずに流れが悪いと思いきやね、すぐにコロッと手のひら返しして人のことをつっついてね、脅しめようとする、これが配信界の世界だよ。少しでも弱点見つけるとそこを一点集中して叩かれるから、だから配信者が病むんだよな。あ、味方いなかったね、うん、のりさんももりさんものりもりもね、みんなダメだった、うん、森の癒しどころか森の えぐりだったわ、ね、ゴロリもそうな。これでみんな俺のことぶったたくんだろうな、きっとね。でも俺は負けませんか、絶対負けませんので、こんなね圧力にはわーわー言うとります。お時間です。